どうも、勇者です。はい、行きましょうか。黒の塔、フォークタワー、黒の塔、ハードですね。来ましたね。はい、行きたいと思います。まあ、難易度が一応、まあ、カッコ300と書かれてます。まあ、どれぐらい難しいのかちょっとわからないですけど、魔法パでまずは黒の塔行きたいと思います。関西弁で言うと黒の塔ですね。はい、カウンターが怖いんで、物理のカウンター怖いんで、まあ、単純にリターンされるのが嫌なんで、全てを知るもので。とりあえず魔石は攻撃しないユニコーンにしました。まあ状態異常も防げるし一石二鳥かなと思って。で、かなりちょっとディフェンシブなパーティーになってます。ちょっとビビってます。ビビってちょっとかなりディフェンシブなパーティーになってます。さあ、とりあえずこことかで必殺とか使いたくないですよね。ためさせてもらえるよな。ためさせてもらいたいんですけど、ためたいんですけど、ゲージをできれば。まあ、相当ディフェンシブですね。エイコ入れてきましたし、アフマウにしようかとも悩んだんですけど、やっぱちょっと、万が一の事態を想定して、ちょっとやめました。まあ、ほんで、まあ、レインズいるんで、火力はもうレインズで、で、別に反射させようと思って闇雲さん持ってきたわけじゃないんですけど、まあ、闇属性の魔法使いとして強いので、単純に。で、持ってきたって感じ。あ、壁一応3枚貼れるのか。どうなんやろ、ここで壁貼るべきなのかちょっと分かんないんでね。ヘイスがやってきた。できれば一気に倒してしまいたいんですけどね。どうせ、まあ、1階層目なんで、これまあ動画、完全初見ですけど、無理だったら、撮り直せるんで、まあ、これは私の事情で。だからまあいいかなと。強っ。グラビで。大丈夫そうやな。まあ、壁をね、2枚ぐらい、汁物性のために温存できれば一番いいんですけどね。アビリティの数に関してはそんなに、ビビってないというか、まあ、別に大丈夫なんで、今、ヘイスが入ってないからめっちゃ遅いですけど、みんな。アビリティは、最終使い切ってくれても、もうバーストみんないけるし、むしろ、使い切ってゲージを貯めておきたい。と言ってもあれか、次のツインタニアのところで、どれぐらい使うかわかんないですもんね。ヘイス側絶対使った方がいいやろうしな。OK。まず1階層目。まあ、なんでしょう。例えば、もっと回数の多いアビリティを持ってきて、で、あ、何これ？あ？何してる？何してる？なんで、エーテルみたいなもらってから、なぜか追撃を。やめろ。恩をあだで返すような、何をしてる？ロード長いな。あれ、どうしましたか？おい。あんな追撃するからやん。初めて見ました。何かもらってから追撃を出すっていう。効果がなかったって出ましたね。なんかちょっとバグってないか。おし、フラグメント。これでも嬉しいです。ほんと、星5フラグメントが報酬なんで、クリアの。星5フラグメント全然足りないんで、もうほんと欲しいです。アフマウの強さに気づいて、アフマウを早く強化したいんですよ。まあ、とりあえず壁張りますね。で、まあ、ヘイスガも入れましょうか。モグの守り多分、まあ、溜まるでしょう。この戦闘で。溜まってくれると思うんで。で、デュースは、できればちょっと温存気味でいきたいので、これであと倒しきれるかな。言ってもこいつが難易度222なので、通常のメツブラ難易度ってことになりますよね。それなりに強いってことですよね。まあ、準備は結構させてくれんな。開幕の初見殺しはあんましてこない。 HP が少なくなったら防御無視の攻撃を連発してくるみたいな感じの書かれ方をしていたので、まあ、それまでにもちろん仕留め切りたい。
レインズぐらいいければバースト入ってもいいかなとは思いますけどね。レインズは全体に魔力アップしてくれるんで、かデュースで1回溜まったら行こうかな。1回とか2回分溜まったら行こうかな。強い。メルトンの火力を上げたい。行こうかな。メルトンの火力がもったいない気がする。行こう。メメント行ってダークゾーン。メルトンかまいたち優勝おめでとう。まあまあ風神さんはね、火力担当として持ってきたわけじゃないんですよ。まあ踊りを持ってきてもよかったんですけど、まあこいつ一応魔力ダウンの、魔力大ダウンの必殺効果なんで、まあ、それを期待して汁物に入れたらいいなと思って持ってきたんで、まあ、火力もねそんなにめちゃくちゃ悪くはないですし、っていうのがフル大してあるんで行動がすげえ早いんで、行動の速さでやっぱちょっと抜きん出てる感じで、プラス雷神持たせてるんで、まあ相当早いですね現状は。ダークゾーン2発とあれで生き切れるかな、倒しきれるかな。ドレヒ倒しきれるならもう倒しきりたいです。もう一丁、おっしゃ、ナイス。これで8万ダメージ。このメルトンでもう倒しきりたいっす。いけるな、アビリティだけでいけるな。多分いけますねこれ。持ってけそうな感じはする。もう多分いかつい攻撃の準備をしとるんじゃないかな。かまいたち優勝おめでとう。いかつい攻撃の準備をおそらくしている。多分ここで倒せる、まあ、メルトンで削ってレインズでとどめ。よっしゃいったでしょ。これ演出もかっこいいし、いいっすね、ダークゾーン。はい、お疲れ。妊娠中ですかね。お腹が出てます。おー、またもらえた。あー、めっちゃ回復する、これ。これすごいな。ちょっと色が濃いな。体調があんま良くない時ですね、あれ。いつも黄色いですけど、なんかちょっとオレンジがかった。風邪ひいてる時ですね。さあ、来ました。汁物さん、一応デスペルは持ってきてるし、デスペルはする、とりあえず。でも先に魔力ダウン入れてしまおうかなと思います。壁も張っちゃって、物理でダメージを与えると状態上が全回復する。状態上 HP も全回復、まあつまりリセットですね。壁張るで、シェルが先行こうかな。ゆっくりゆっくり行きゃいいっすよね。シェルが先張ろうか。うわ、うざうざ。なるほど、いいよ、上書きするから。ユニコーン発動いけるようになったら行きます。全体スローがバシッと決まったな、まあ、対策は全くしてきてないので状態異常に関しては。来るなら来いぐらいの感じで。遠軌道持ってこれないですからね、あいつ殴って迷うから。ポイズン、誰がソリーやね。闇雲さんはまとってバーストいきます。まといバーストいきます。グラビが結構食らう。栄子急いでくれ、こいつうっとしいわ。栄子、いやちょっと待って、これデスペル早い入れな、うっとしいですね。強振り、うおー食らうな。はいよ、やだ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 、やり直したくないから。行こう。しゃあ、継続ダメージで上書きされたのか毒が、どっちでもいいわ。よし、オッケー。
結構なんか状態上来そうやから早めにあれ張りたいですね。まずはまといます。そして滅、これで魔力大ダウン。天使の歌を聞かせよう。もう天使の歌あと一発しかないですけど、とりあえず使う。ほい、ユニコーン、さあ行こう。メツもう一発いける。よしよしよし、柔らかい柔らかい、すげえ柔らかいっすわ。全然大丈夫、いけるいける。一回歯やってから超柔らかいわ。よし、乾燥してます。ナイス、ノーサンダーがかまっしゃ。とりあえず状態上バリアを張る。よしよし、十分だ、ダメージ的には十分です。そしてハッ、メツ投入、一気に落とし込もう、一気に落としめましょう。闇雲さんのバリアも入るし、いい感じにダメージソースなってくれると、反射バリアね、反射が入りますし、A 子がもう一回溜まったらもう余裕やろなって感じ。頑張ってキアルジャばらまいていただいて、メルトン打った方が良さそうやな。間違いました。よーし、カンスト、おい、ナイス。いいよ、いかない。ここは2000回復して、マレイズ KR がサンキュー、ユニコーン氏、ユニコーン氏サンキュー。スローが来るのが怖いですね。スローがドレヒメタモルフォーズ打ちますか。まだとどめという感じではないですけどね、まだちょっと早いですけどね。打ち込んでいく、はいよ。ヒョウファイガー、やったら封じ狙うな、やったら封じ狙う。メルトン落としてくる、効いてる効いてる。 OK です。ナイス、ドレヒめちゃくちゃ入る。そして追撃強い、いいよ、めっちゃさすがやで。もう A 子待機で安泰じゃない、これもう安泰じゃない。これ状態上もとりあえず今バリアまだ生きてますしね。メルトン落としてく、ドン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 。さあ恨みがどの程度、わあ結構食らうな、結構食らうな。しかし向こうも結構食らうな。お疲れ、めっちゃ強い、強い、最高じゃないか。滅、え、まだ倒せてない、もうええやろ。よし、干渉。あ、まあそんなビビることなかったな。難易度300はちょっと言い過ぎじゃないか、難易度300は言い過ぎかなという感じはしますね。全部まとめて300みたいな感じかな、その道中アビリティ使うっていうことも含めて、ナイトメアみたいな感覚ですよね、はい。ただボス自体はそんな全然強くないので、っていうか柔らかいので、まあ、倒しやすいです、はい。よし、ということでまずは黒の塔完全にクリアいけました。見ていただいてありがとうございました。次は白いきます。